はい、こんにちは、信太郎です。今日はですね、グレイブヤードキーパーのゾンビ農場の作り方解説していきたいと思います。まずゾンビ農場とは何なのかということなんですけど、単純にゾンビに畑仕事をやらせる施設のことですね。これの非常に便利、非常に楽ちんになるので、作り方覚えておいてください。まず作り方を解説していきたいと思います。テクノロジーでですね、農業と自然の中 のゾンビ農場っていう項目がありますので、まずこれを解除しておいてください。解除した後、農場の方に行きます。畑の方に行きます。実はですね、もう僕作ってるんですけど、この2つですね、もうゾンビに勝手に作ってもらってるんですよね。人参と小麦を、こんな感じに勝手に植えてくれて、勝手に収穫してくれる非常に楽ちんな施設になります。で、作り方、場所はここですね。ここで建設をします。ゾンビ農場、せっかくなんで1個作ってみましょう。1個ちょっと空いてるんでね、ここにセットして、で、実際作ります。これで完成ですね、ゾンビ農場。あ、ごめんなさい、まだでした。まだでした。これで完成か。2段階ですね、2段階。じゃあ早速ちょっと、サボってるゾンビがいるんで、ちょっと連れてきますね。こいつをちょっと連れていきます。で、実際ちょっとなんか作らせてみましょう。置きます。で、置いた後、セットした後、種が、人参がちょっと余ってるな。この人参をちょっと植えさせましょう。もうこれで完成というか、セット完了ですね。あと結構割と時間かかるんで、気長に待って、ここ2つはもう終わりそうですけどね、気長に待ってれば勝手に収穫までしてくれるんで、箱の中に入れてくれるんだったかな、ちょっとね定かではないですけど、多分箱の中に入れてくれると思います。なんで今まではこういう風に手で植えて自分で収穫してっていう、ちょっと非常にめんどくさいね、作業だったんですけど、この農場を作ることによって非常に楽になりますので、ぜひ作ってみてください。では、今回の動画これで終わりたいと思います。バイバイ。